暑い。いやー暑いっすね皆さん、本当にこんにちは。今日はねここに来てるんです。見てください、こちらハミングホール東大和市民会館というと、8月24日東京厚生ウィンドウオーケストラのね演奏会、ここでやらせていただくわけですけれども、今日はどんなホールかなと思って、ちょっと来ておりますので、ちょっと行ってみますか。あ、好評発売中。もうね当然皆さんこちらもうお買い求めいただいていると思いますけれども、ハミングホール行ってみます。いやーいいホールですよ。ここでできると思うともう嬉しくてしょ。あ、見てほらチラシ貼ってありますよ。ファミリーコンサートね、これ東京厚生ウィンドウオーケストラっていうことですけども、まああとはだからあれだよね、なんかちょっと音聞こえてるけどあれなのかな、なんか今練習してるのかもね。これはちょっと先生ご無沙汰してるんです。いやここでやるじゃないですか今月。何これやろー先生、ちょっとだから今月やるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとどんなホールか今日視察に来たんですよいやいやでもなんかこう聞きどころみたいなもしあれば。聞きどころですか、まああのファミリーコンサートということでね、はい、子供たちも未就学児の子たちも参加できるの で、 で、ね、一緒に歌ったり踊ったり楽しんで参加できるコンサートですので、はい、100点回答がもうしてコンサートマスター。吹奏楽はすごく響きが体感できるっていうか、もう脳の中からズン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 響きを味わっていただいて、もう楽しんでもらえたら嬉しいです。ぜひともお待ちしますので、皆さんぜひチケット好評発売中でございます。なんと今日はゼネラルマネージャーにもお会いしました伊藤さんにもちょっとお話を聞いてみたいと思いますけれども、はい、今月はあのついに東京厚生ウィンドウオーケストラが来るということなんですけれども、ホールの良さ、ハミングホールで言えばこうっていう、なんかこうゼネラルマネージャーから何か一つ推しを。そうですね、ハミングホールは、まあ、市民会館というとよくこうね響きが少ないんじゃないかとか言われるんですけども、うん、クラシックの人にはですね非常にこういい響きだねと言ってもらえることが多いので、厚生ウィンドウオーケストラさんのですね素敵な演奏が日よりねこう響きで良くなっていただけるんじゃないかなと思っております。特に後世はもうエネルギーがビンビンきますから、さらにこのハミングホールでね大爆発しようと思います。もうチケットはこれ販売、もうバリバリ販売してます。ぜひともねご購入いただきたいと思いますので、ぜひともいらしていただきたいと思います、はい、まあ後世のね宣伝出てますけど、今より20キロぐらい太ってる時の写真なんで顔だいぶ違いますけど、まあまあまあそれはね。他にもいろいろ臨時休館のお知らせ、あの11月18日12月に補強をつけていただくということでね、臨時休館補強をつけてください。来ても空いてないと切ないですからね。あ、ちょっとちょっとこれ乗っけた映像じゃないですか。めっちゃ降ってるんですけど、指揮は和田和樹、歌とお話は和田美奈子みたいなことやってたじゃない、これ。そう、あ、イッサ&カズキ、これ嬉しいですね、こう乗っけていただくと。ということでぜひね皆さんもうお買い求めいただいてると思いますけど、しつこいようですけどお待ちしてますんで、まだの方は好評発売中ですのでチケットお急ぎください。